こちらは新潟ハイエース午前4時5分現在の関越道の道路情報をお知らせします。通行止めの情報です。東京方面へ向かう小出インターの先で道路が損傷しており、関越道東京方向は小出インターから関越道六日町インターまでの区間で通行止めになっています。関越道を上り小出から六日町間を置いて災害通行止めを実施しておりますが、11月14日土曜日9時に通行止めを解除し、追い越し車線が通行可能となる予定となりました。安全運転でお出かけください。